はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、鉄拳鉄拳です。はい、とせたわらとたちゃん、嫁ですね。はい、昨日分析後編動画まで出してきて、まあ、対魔戦なんかもやって、かなり対魔戦強かったですが、まあ、今回はデッキ戦ということで、見ていきますか。まあ、それにしてもとたちゃん、7周年直前に出てきてしまって、本当に、まあ、かなり強いキャラクターなんですが、かわいそうだなと。まあ、ただまあ、好きなキャラと7周年キャラは別ですからね。いい飲み仲間ができたんで私はもう満足です。はい、まあ、ですがタワラトータちゃんスキルもちゃんと強くなってるんで、はい、今回は声援4の深淵1王者1で細かいステータスこんな感じのタワラトータちゃん作ってきました。だいたい戦力2000万ぐらいでやっていきます。はい、これで頑張っていきましょう。はい、でデッキとしては白拓レオヨウユキタワラ竹三日月あたりが前に出てきており、応援だとアタッカーはケイちゃんですね。であとバッファーが出てくるっていう感じのデッキ、まあ、こちら月1100円課金で2年半ぐらいプレイしてるサーバーですね。はい、その他戦力としては白拓600万のレオちゃんが600万、 HP 1500万でヨウユキが1100万でミカちゃんが1500万、あとケイちゃんが900万というようなデッキですね。で今回デッキ戦やっていく前にまず昨日対マン戦で収録できなかった工芸との対マンですね。はい、ポロさんが工芸用意してくださったのでポロさんとの工芸戦見ていきますか。これレベル差で負けてるバージョンですね。攻撃いっぱい当たっちゃうバージョン。やっぱり弓将同士の戦いはこんな感じで攻撃が当たるかどうかでもう全然勝敗変わってくるんで、はい、こっちの攻撃結構ミスってますね。で一方向こうの攻撃の攻撃はしっかり当たってしまっていると。あ、でも余計もちょっとはしてますけどね。まあ、ただやっぱりレベル差で、まあ、このレベル差はだいたい8、6ぐらいですかね。負けているとこのゲームレベル差補正というのがあって敵の攻撃当たりやすくなってしまうので、もう弓将同士の戦い、まあ、特にアポロみたいなこの前の剥がれる残影とかだったら剥がして殴ればいいんですが、はい、剥がれないタイプ同士の戦いだと、まあ、レベル差が物を言いますね。はい、負けとなりました。まあ、逆にこんな感じでゆるさんとの試合みたいな、こちらがレベル差で勝ってる場合ですね、はい、これは逆にレベル8勝ってますかね。はい、であれば攻撃の攻撃が全然こちらに当たらず、はい、もうこれはもうレベル差が逆にこっちにいい方向に働いて、はい、もうこの場合はもうガンガン押していって、まあ、攻撃ですね、ちょっと飛ばしますが、はい、タワラトータ後手だったにもかかわらず9ターン目ですね、攻撃の攻撃しっかり避け切って、はい、トータちゃんのスキル1で落として勝利と、はい、感じで、まあ、攻撃だったりトークンちゃんみたいな剥がれない系耐久弓将相手であればレベル差がものを言うかなっていうところですかね。まあ、つまり攻撃とはどっこいどっこいができるぐらい強いです。まあ、でもデッキで考えるとやっぱり攻撃の方が味方のためにやれることがいっぱいあるんで、まあ、総合力で言ったらやっぱり攻撃の方が、まあ、昨日の分析後編動画のランキングみたいな感じで上になるかなと私は思ってますね。さあ、ということで今回もデッキ戦ですね、 SKG メンバーのみんなとやっていったり、まあ、昨日フレンドも新たに募集したんでものすごい量ですねフレンド募集があり、ちょっとフレンドからも殴っていきたいかなと思ってます。まずは SKG からいきますか。はい、ペリアさんから見ていきましょう。はい、ペリアさんは3000万近い帰国子がいるデッキですね。まあ、帰国子は昨日対マン戦でかなり勝っていたので、まあ、今回もいけるかなと思いますが、まあ、妖精が苦手でしたからね。まあ、ただこの妖精バリアついてないんでなんとかなるかなと思います。そしてタワトータいいですね、スキル1でも一気に帰国子追い込んでいって避けますね攻撃は。でしかも今回ミカちゃんの横に置くという致命無視回数補助付きですね。最高7回致命無視できます。まあ、ただ今回タワラトータちゃんの方が硬いんでおそらくミカちゃん自分に使っちゃうと思いますけどね。はい、で白拓がスキル2まで生存できたんで箱をばらまいていって敵の敵を落として、まあ、妖精なんか敵を落とさないとちょっとタワラトータちゃん厳しそうなんで、まあ、あとはバフの蓄力だとか、まあ、七星とか積んで殴らないと妖精にはダメージ出しづらいんで、まあ、デッキはそこができるんでいいですよね、タイマンと違って。でトータちゃん致命無視キャラクターなんでバフを自分に積みやすいんですよね。復活キャラクターと違って復活のタイミングで剥がれたりしないんで火力キープがしやすいってところも、まあ、魅力的かなと。であと今やっぱりレオニダスに攻撃長老で引きつかられて弱い子を殴ってのスプラッシュはできませんでしたね。ちょっと今の環境スプラッシュもう流行らないですね。あんまりだいたい1体は長老キャラクターが敵陣にいるんでスプラッシュさせてもらえないですね。はい、5ターン目タワラトータのスキル1で予選削っていって、はい、予選のスキル1でケイちゃん落ちてトータちゃんのスキル2で、はい、しっかり予選落として勝利と。はい、まずは1勝安定感ありますね。はい、じゃあお次ラムセさんのデッキ見ていきますか。はい、ガクシンちゃん2200万いますね。声援6でブルちゃん1200のキューちゃん1500、キューちゃん1500厄介ですね。いや、キューにやられる気がしてなりませんがちょっと見ていきましょう。はい、応援から強くなってくるタイプのデッキですね。さあ、ここで応援で、はい、ガクシン出てきて、まあ、ガクシンも強いですからねこのキャラクター、まあ、ただガクシンの反射 80% はこちらのトータちゃん今回反射耐性 50% あるんで反射キャラクターの中でもガクシンはトータちゃん余裕があると思います。さあ見ていきましょう。まずスキル1、ブルちゃん落として、あ、モルちゃん落として
ブルーちゃんもいけるか。ガクシンに攻撃されましたね。いや、いいっすね。ガクシンにこれだけダメージ出るのは素晴らしい。まあ、バフ積んでるのもありますけどね。で、ミカちゃんでブルちゃん落としに行き、ちょっと相手のキューちゃんが戦力高いんで、すごい厄介そうな気がしますが、どんな感じになっていくか。まあ、タワラドタちゃん、スプラッシュが出せるんで、これ、長老がないんで、はい、筋力値が低い、学神以外、殴ってくれそうなんで、陽気比だったり、キューちゃん、あたりをスプラッシュ巻き込んでどうなるかですね。そこ楽しみですが、陽勇気が、ブルちゃん狙ってくれて、おそらく、スプラッシュ、見れるかなと思います。いいですね。トータちゃんのスプラッシュどうなるか、見ていきましょう。さあ、めちゃくちゃ楽しみですね。多分まず陽気比あたりから狙って学士に飛んでいくと思います。さあ、そしてこの硬さ、まだ玉壁一旦残ってますね。さあ、陽気比まずは狙っていきましょう。いやー、ちょっと壊せるか。 OK、 8000万のダメージからキューちゃんに行きますね。キューちゃんが一番火力高いんですね。いや、硬いな。はい、スプラッシュがまさかの封じられました。ちょっとスプラッシュも流行んないか。まあ、キューちゃんがバリカタっていうのもありますね。まあ、あとはもうちょっと若いサーバーだと弱い子がいっぱいいるようなデッキになるんでスプラッシュが生きるんですが、ここら辺までやや成熟し始めてるデッキだとスプラッシュ自体もあんまり生ききらないという感じですか。いや、ちょっと悲しいですね、時代の変化というか。はい、まあ、ただそれとは別にタワルトタちゃん普通に強いキャラクターなんで、まあ、この後ちょっとキューちゃん攻めきれるかが課題ですが、どうなるか見ていきますか。ガクシン強いですね、範囲攻撃本当に強いですね。はい、トチャちゃんのスキル1。いや、でもこれが効くのがでかいですね。はい、範囲攻撃で続々とやられていきますが、なんとか耐えて。いや、キューちゃんが硬い、やらせてもらえないですね。さあ、ミカちゃん、あーっと、ミカちゃんが落ちた。ガクシンの反射でいきましたかね。さあ、そしてタンク落としきれるか、あと1回ぐらいですかね。でキューちゃんがやっぱ硬いですね、何回も言ってますが。さあ、やってくれ。キューちゃんが落ちない。あ、でも致命持ってきましたかね、今。さあ、13ターン目。はい、HP が低い相手を狙って、まずはキューちゃんからしっかり着実に落としていって、ガクシンも落として、まだ生きてるガクシン、とんでもないタフですね。そしてガクシン敵一体になると火力めちゃくちゃ上がるんですが、今ミスっちゃいましたね、攻撃。レベル差で勝ってるのもでかいですね。ギリいけるか。いや、すごいタフ、17ターンになってますね。はい、倒して勝利と。ガクシン優秀ですね。まあ、ただやっぱりタワルドタちゃん強いですね。ちゃんと火力もあるのが良かったですね。1500万キューちゃんぐらいになると2000万でも押し切れない副将たくさんいるんで、これちゃんと押し切れたのがでかいです。はい、火力として優秀な証。いや、まあ、でもちょっとスプラッシュが生きてないのが寂しいですね。はい、ラムゼさんもう1陣営作ってくれてるんで見ていきますか。はい、アポロ3000万いますね。ハクタク2600、これも厄介で、レオも HP 2600ですね。そしてコキビ1700万、あ、でキューちゃん1200、これまたこれまた長い試合になりそうですね。アイケちゃん戦闘、まあ、昨日3000万のアポロにも勝ちましたが、まあ、でも負けることの方がさすがに3000万アポロだと多かったんで、まあ、それプラス今回はバッファー系の戦力もめちゃくちゃ高いし、レオも HP2600 もあるし、さあ、どこまでやれるかですね。それ相手にうちはミカちゃんがいるんでね、アポロに強い、そこら辺なんかも含めてどうなるか。 HP が低い相手に対する連撃、まずは弱い相手から落としていきます。はい、ミカちゃんのスキル1、なるべく早くレオちゃんを終わらせたいですね。いや、硬いレオちゃん、1回致命無視まで持っていけたぐらいですかね。でこっちのミカちゃんはかなり柔らかいんで、すぐ落ちちゃいそうですね。さあ、ただハクタクが生きてたんで箱をばらまきました。あーと、キューちゃんが出てきて解除しに行けますか。箱残りましたね。はい、そして陽勇気のスキルに、いや、キューちゃんがやばいっすね、あのセゴバフの量どうなってんのあれ。ちょっとアポロがそのせいで暴れ回っちゃってますね。あーと、致命無視何回も使わされてるっぽいっすねこれ今。いや、戦わせてもらえないか。レオニダスがいい壁になってますね。やっぱり長老に引きつけられちゃうのが途方もなく痛いですね。まあ、最近の対人戦、しっかり硬い長老キャラクターだったり皮肉キャラクターを用意した方が勝ちやすいんで、まあ、これは完全に長老キャラクターの後ろにしっかり隠れたアポロが暴れ回って負けるパターンですかね。はい、ちょっと飛ばしていきましょう。はい、5ターン目、アポロのスキル1、まあ、ここでちょっともうほぼほぼ終わりになっちゃいそうですかね。まあ、でも、ね、タワルトータよく耐えてますね。いや、レオちゃんだけでも倒したいですが、これだけバフ積まれたレオちゃん、しかも HP で負けてるんで剥がすこともできないしってことで、まあ、完全に攻めれてませんね。で、またあの上にいるキューちゃんもタンクみたいなもんですからね。はい、もう全然ダメでした。いや、これはタイマンのようにうまくいかないですね。はい、じゃあモモさんのデッキいきましょう。モモさんは3000万のカイサルがいるデッキですね。で、またキューちゃんが1000万超えの、はい、硬いキューちゃんがいるんで、
まあ、最近のデキスマジで長引きますね、収録してて。さあ、ただ3000万のカエサル昨日怠慢では余裕で勝ったんで、今回も見せてくれるか、タワルトータちゃん。さあ、でも痛そうですね。七星が乗ったミカちゃんの連撃、一回致命無視使わされました。はい、そのおかげで神技発動しましたね、ミカちゃんの。いや、これはでかい。神技発動すると状態状態性も上がるんで、トータちゃんこれ今 160% ぐらい状態状態性ありますかね。デバフ全然ならないでしょうね。さあ、スキルにスプラッシュ攻撃。いや、キューちゃん、キューちゃんに効かんですね。ちょっとスプラッシュがあんまり今のここら辺の育成体だと伸びないのがやっぱり悲しすぎますね。ちょっとで、さすがカエサル3000万強いですね。こちらのバッファーとか溶雪とか一気に落としてきました。さあ、5ターン目、はい、トータちゃんのスキル1、しっかりまずカエサルからいいですね、狙っていって、カエサルがもう落ちますかね。はい、落ちました。あと、キューちゃんも落として勝利と。うん、はい、モモさんありがとうございました。はい、じゃあハオさんのデッキ見ていきましょう。マーリン3000枚いますね。はい、開幕マーリン、しかもモーガンの毒矢ですね。さあ、開幕マーリンで、ミカちゃんがあまりマーリン得意じゃないんで、しかも毒つけられてやや制御厳しかったですが、ハクタクが全部解除しながらちゃんと制御つけていくと、優秀なハクタク。さあ、風魂ダメージ、いや、いいですね、トータちゃんしっかり避けてるっぽいですね。ちょっと一発食らっちゃってますが、これ多分そんなにでかいダメージなんないかなと思います。まあ、影光もついてますからね。はい、影光とバリア2つつけば、風魂ダメージもそこまで、この人数が多い間は、風魂敵人数多いとあんまり強くならないんで、はい、この間はそんなに怖くないかなと思います。さあ、どうか。バリア壊れるとこまでいかないんじゃないか。そうですね、バリアが壊れないぐらいで助かりました。で、周りに対するダメージ、めちゃくちゃでかい。2回致命無視持っていって、いや、これはいけそうですね。まあ、マーリンもある程度育った育成体だとそこまで怖くなくなりますが、まあ、これ月1100円課金の美課金なんで、そんなに育ってると言えるようなデッキ同士の戦いじゃないんで、まあ、それでもこのタワラトタの立ち回りはもう十分、まあ、強いと言っていいランクには入ってるかなと思います。さあ、そしてスパッシュ、はい、クリティカル出してスプラッシュを周りにぶつけていく作戦、いいですね。2000万のスプラッシュを周りに飛ばしていきますが、しっかりダメージカットされちゃってますね。はい、スプラッシュやりきれませんでした。いや、ちょっとスキル2がやっぱり寂しさありますね。で、ミカちゃんの攻撃全然周りに効きませんね。さすが3000万、もう戦力はうちタワラトータぐらいですかね、今マーリンと戦える。さあ、ちょっと5ターン目、マーリンの風魂がもう1回来ます。さあ、いいですね、タワラトータ避けて、はい、レベル同じなんですけどね、しっかり残影で 60% の避けやすい残影になってますんで、避けて一発食らいましたが、まあ、これがどうなるかですね。はい、今度はハクタクのバリアはないのでちょっと怖いとこですが、で、しかも向こう帽子だらけなんで、砲術バリアが先に、はい、一方的に壊れて、そこから風魂ダメージ耐え切りましたね。いや、素晴らしい。敵の HP が 50% 以下の場合 100% HP 回復ができるんで、風魂ダメージ食らったすぐその場から回復して乗り切りましたね。一回も致命無視使わず、いや、ナイスムーブですね。まあ、昨日の後編動画でも話しましたが、バリアがある環境帯においては敵の HP が減る間バリアでダメージ耐えられるん で、あと敵の HP が 50% 以下になったら、そこからは 50% 回復ができるんで、ちょうどバリアが壊れるぐらいの頃に 50% 回復、あ、 100% 回復ですねの動きができるようになると。いや、ただ9ターン目入って、あ、でも風魂避けました、もしかして全部今、おっと、風魂避けてますね、タラトータ。いや、13ターン目も風魂来ますか。でもこれちょっと9点減量が邪魔すぎますね。さあ、13ターン目、あ、風魂一発使っちゃった、あ、2発使っちゃいましたね。さあ、そして毒と巨弱、はい、巨弱によって火力も落とされちゃってますね。いや、こっから勝ったら本当にすごいですけどね。はい、風魂ダメージめちゃくちゃ痛そうです、さすがに。でもまだ耐えてる。さあ、周りに落としきるか。いや、あとちょっと、あー、負けましたね。まあ、もうそういう時代ですね、今はもう。いかに強力なバッファーと組むか、そしてそのバッファーが長生きするか、まあ、とてもいいデッキですね。はい、じゃあ、ナルガさん見ていきますか。祖先力倍ぐらい上ですが、ブルちゃん2400万の、モルちゃん1700、オヤシ1500の、ケイちゃん1500、リッシが1900で、帰国士2500、ハクタク2200いますね。これ厄介。で、キューちゃん1800。いや、強い人はちゃんとバッファーも育ててますね。はい、見ていきましょう。まあ、バッファーのための育成リソースがちゃんとあるっていうのが、やっぱり対人戦では今めちゃくちゃ重要ですからね。無備課金、そこがきついんですよね。さあ、どこまで抗えるか。さあ、トタちゃんのスキル1、いや、相当力は本当に凄まじいですね、この。さあ、キューちゃん出てきて聖護全コピー、
はい、レオがタンクの役割を全く果たしてませんね。速攻で帰国地に落とされて、さあスプラッシュ攻撃もあんまり見れずと。はい、5ターン目ですね。はい、ブルちゃんなんかはもういいですね、しっかり速攻で落としていって、さああとは帰国子とキューちゃんですね。まあ、帰国子もあとちょっとで落とせるかなと思うんで、まあ、キューちゃんと帰国子ならこれは勝ちそうですかね。スキル2、はい、帰国子からまずは落としに行って、あとはキューちゃんだけ、まあ、これは勝ちましたね。はい、成川さんありがとうございました。はい、じゃあ枝口さんいきますか。帰国子2300万の安倍の生命1800万、理工1200万のローコスト尊権ですね、 HP1300万で、ローコスト猛角2300万いますね、これが厄介すぎる。はい、で桃地2100万のバッファー白濁キューちゃんと、はい、モルちゃん1800万もいます。あと反射爆弾テーフもいますね、2000万ぐらいの HP、 これもだいぶ戦力倍ぐらい格上ですが、どのくらいいけるか。ちょっと猛角が怖すぎますね。まあ、ただ対マン戦と違って歴戦はバフ詰めるんで、まあ、それで頑張れるかどうかですが、まあ、向こうもバフ盛りますからね、猛角に。まあ、あと孫権なんかもちょっとそこで致命無視回数消費したくないとこですね。はい、まずは帰国子安倍の生命落としていきましょう。さあ猛角出てきました。早速集中攻撃を引きつける皮肉で、はい、こっちの攻撃引きつけてきます。あ、でもいいっすね、ミカちゃんバフ持ってしっかり殴って猛角ダメージ出してます。あ、でも反射で落ちてる。マジか、こんなに早くミカちゃんが。でも今いい攻めでしたね、あのまま攻めが続けば落とせそうだったんですが。さあそして阿部の生命の、はい、破壊力もとんでもない。さあケイちゃんでもかく1回ですね、地面まで持ってって、これはトータちゃんにちょっと期待ですかね。ちょっと向こう強いキャラが残りすぎてますね。はい、これどうしましょう。これ絶対無理ですね、こっから挽回したら神ですけどね。まあ、レベル差同じなんで、あとは攻撃どのぐらい避けてくれるかもちょっと期待しなきゃいけないですね。あ、だキューちゃんいるのか。まあ、でもローコストキューちゃんですよね。さあキューちゃんの範囲攻撃でもうこちらは全部相当されて、さあ避けろ、もう避けるしかない。いいっすね。いいぞトタ。さあモモチをまずは狙っていって、いや落とせないですよね、そう簡単には。同格ですもんね。 でも余計がいいぞ、めちゃくちゃいいぞ、前段避けてます。あーっと阿部の攻めが痛い。さあそしてスキル2、阿部の攻めの影光が硬すぎる。まあ、これは自利品ですね、一人でよく頑張ってますね。お持ちのスキル2、さあ9ターン目そろそろ限界か。阿部の攻めの攻撃当たると痛いですね。さあただおっと落としていく、阿部の生命いけるか。生命が剥がれない影光で最後抗ってきますね。いやでもすごい、桃地と帰国しようとしてきました。まだ応援いたか。うわテーフまで、これはどうしようもない。せめて阿部の生命を落としてほしいですね。いけるか、最後の致命無視ですかね、阿部の生命。なんちゅう粘りですかトータ、もうこれだけでも褒めてあげたいですね。もうあまさかのテフちゃんの速殺で負けました。はい、速殺必中なんでね。いやテフの最後出しいいですよね。このキャラも腐りづらいですよね、本当に。枝口さんナイスでした。はい、さゆゆさんの攻撃2100万の出来ですね。はい、まあ、白濁にもしっかりバリア作って、白濁スキル2まで確実に生き残らせる作戦の出来。しかもネロが封印で足止めも狙うという。はい、これ白濁にとってはめちゃくちゃいい環境ですね。さあ、そして攻撃の攻撃痛い。ただ、致命までは届きませんでしたね。で白濁硬いですね、さすがバリア白濁。トータの攻撃受け切りますか。さあレベルは同じぐらいなんで、まあ、工芸との対マンだといかに避けるかが勝敗を決しましたが、まあ、デッキ戦は他にも外乱がいっぱいあるんで、そこどうなっていくかですね。うん、工芸の割り込み敏捷ダメージ厄介すぎる。デッキ戦のシナジーやっぱでかいですよね工芸。うわもうミカがやられた。はい、巨弱も漢術もついてる状態、これは全然火力だね。でレオちゃんで防いでいくんですね。はい、もうこれができた時点でこっちの負けですね。これはうちの方でもやっぱり長老がちゃんとした硬いのがいないと戦いにならない感じですね。はい、そしてまあこれはもうちょっと早送りですね。さあ白濁の七星を持った工芸の連撃、もう耐え切りましたね。さあレオちゃん落としたい、とりあえず急いで落としましたね。スキル1前段使って落としきりました。さあこっから挽回できるのか果たして。はい、白濁のスキル2の箱は効きませんでしたね、さすが状態性高い。
さあ攻撃の攻撃全弾避けました。さあこっから頑張れ。はい、スプラッシュ攻撃、スプラッシュがあんまりやっぱり伸びてないですね。さあ白卓工芸 VS 俵トーター。はい、また白卓の七星から工芸の連撃、避けれるかどうかで決まりますね。当たりまくっちゃってますね。うわー、これは終わった。まあ、完膚なきまでの負けですね。ありがとうございました。はい、じゃあお次モカさんいきますか。はい、昨日雪女やりましたが、昨日の雪女はバリアつけてなかったんで、今回バリアリー雪女ですね。2300万。はい、でレオニダス2400万の HP のモモチ2400万で、キューちゃんは900万ですね。はい、見ていきましょう。雪女は何といっても極寒をつけてくるんで、極寒がつくと HP 上限で負けてる場合必中になってしまう効果があって、あー食らっちゃいましたね。はい、まあこれは避けれないんですけどね。はい、無条件で極寒をつけてきて、はい、これで HP 上限で負けてるのは、まあ、全員に負けてますね。雪女、レオニダス、モモチにも HP 負けてるんで、残影キャラクターの苦手な必中化を味方3体ですねされてしまいました。はい、これによってモモチがスキル1早速必中連撃打ってくるんで、まあ、ただあれか、凍結か、凍結状態じゃなきゃダメなんで、あ、凍結になっちゃいましたね。はい、氷害もしっかりばらまいてるんで、凍結カウンター食らって、これで必中の準備が条件が全部整いました。一つでモモチの必中連撃。さあレオニダスで受け止めてほしいですが、はい、もう全くスルーされて、はい、必中ですね。あ、ただここで、はい、凍結剥がれましたね。なんでここからは今ミスも出ましたね。いや、ちょっと雪女が厄介すぎますね。天敵として入れるべきでした、これは。さあそしてモモチのスキルに、まあ、今回は凍結ついてないので、はい、これは必中じゃないですね。避け切って、いやレオが攻めきれない。はい、ただ一旦遅れたタワルトータに暴走つけて七星つけて、これはレオ落とせそうですかね。硬いな。マジか。いやー、やっぱりちょっと剥がれない生後バフが流行りすぎて、剥がし連撃が全然通用しないですね。まああと雪女の巨弱も効いてますね。タンクプラス雪女めちゃくちゃいいですよね。はい、ここでやっとレオ落とせそうですかね。やっと落としました。さあただ凍結になってないんで、これは攻撃避けれそうですか、まだ。さあここから挽回になるか。いや、キューちゃんもいるのか。キューちゃんもいるのきついですね。あ、雪女のハイ攻撃痛い。ミカが落ちて、いや、あのキャラほんと強いですね。はい、モモチの連撃でタワルトタここまでですね。いや、雪女めちゃくちゃいい、そしてとても苦手。はい、モカさんありがとうございました。はい、じゃあズキピさんのデッキいきますか。はい、2800万のツクヨミいますね。で、あと帰国子1500万とか、まあ、アーグス1600万。はい、アーグスは結婚アーグスですね。さあ反射キャラでこれでも厄介ですが、まあバフ積んで、しかも影光もある状態で殴れればなんとかなると思います。さああとレベル差で結構勝ってるんで、それもでかいですね。はい、ここでバリア壊れて致命までは1回も届きませんでしたね。はい、帰国し殴れたのが大きかったです、アーグスじゃなくて。でアーグスの方はミカちゃんに殴って、いや致命使わされてますね。いや、すごい反射力本当にアーグス。いや、そして生後コピーの強み、はい、コピーしまくってきますね。幸運98段コピーられました。そしてレオニダスの長老とかも全部そうですねコピーしてるんで、今強みが長老キャラクターになってますね。まあ、ただ強みが主力なんで、このまま強み殴っていきたいとこですね。バフ積んでってせっかくなんで剥がせますからね。トータはスキル2で、さあ祝福2ターンもあるし七星もあるしで、はい、剥がし殴り、いや強い。はい、1回落ちれば全部剥がれるんで、こっからはもう一気に火力出て、はい、スプラッシュ攻撃はあんまり2900万だと飛んでいかないですね。はい、素で殴った方が強いです。まあでもしっかり剥がしていって殴っていきますね。いや、これが強いですね。トータは剥がしが通用する相手にはとことん強いですね。さあ5ターン目、はい、アーグスのスキルで小キビやばいか。そこはなんとか耐えてアーグスも倒し、はい、つくみちゃんもそのまま行くか。行きそうですね。行きましたね。早い。はい、そしてつくみちゃんにも処理と。ズキピさんありがとうございました。はい、そしてタワラトータちゃんいかがだったでしょうか。まあ強いですが、タンクだったりキューちゃんですね、なんかがはばかってきて、いまいちデッキ戦だと立ち回りきれなかったかなっていう印象ですが、まあ、小で攻めていくタイプなんで、味方とのシナジーがあんまり強くないんで、まあ、マーリンみたいに強いだけでなく封印とかで足止めしたり、風波なんかで敵の耐久を落としたりして、まあ、自分以外のキャラクターも立たせるような動きができるキャラクターの方がやっぱりデッキ戦は強くなりますね。トータともう 2,3 体強い主力がいるなら大活躍しそうですね。なんでそういう意味でやっぱり無比課金向けではないのかなという印象でしたね。
まあ、何よりスプラッシュが全然活躍しなかったのが時代が変わったなと悲しすぎますね。まあ、もうちょっと若いデッキ戦同士の戦いだったらなんとかなったかもしれませんが、まあ、ここら辺まで行くともうスプラッシュがほぼ息してませんでしたね。はい、あとは俵トータちゃんボス戦ですね。196ステージ以降のボスの復活後落としができるかどうか、このサバで見ていきますか。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。フレンドセッサーしてくださった方助かりました。またやりましょう。はい、それでは。